1955年12月14日の日食は、1955年12月14日に観測された日食である。フランス領赤道アフリカ、リビア、イギリスエジプト領スーダン、エチオピア帝国、フランス領ソマリランド、イギリス領ソマリランド、イタリア領ソマリランド、イギリス領モルディブ、インドのアンダマンニコバル諸島、ビルマ、タイ、カンボジア、ラオス、 ベトナム民主共和国、ベトナム共和国、中華人民共和国、香港、台湾、琉球列島で、近間日食が観測され、ヨーロッパ東部、アジア、アフリカ中東部及び、周辺の一部で部分日食が観測された。この日食は、西暦168年12月17日から3080年1月14日までの間に持続時間が、 最も長い金管日食である。紀元前4000年から西暦6000年の1万年間に日食が2万3740回あり、そのうち7881回は金管日食である。ただし、1955年12月14日の金管日食より持続時間のもっと長いのは3回だけである。 近間隊が通過した近環日食が見えた地域は、フランス領赤道アフリカ北東部、リビア南東部、イギリスエジプト領スーダン、エチオピア帝国、フランス領ソマリランドのほとんど、イギリス領ソマリランド、イタリア領ソマリランド北部、イギリス領モルディブ、インドのアンダマンニコバル諸島の一部、ビルマ南東部、タイ、カンボジア北西部、ラオス南東部、ベトナム民主共和国南部、 ベトナム共和国北部、中華人民共和国の海南島のほとんど、関東省除去危険のラトサ、関東省東部沿岸と福建省南端沿岸、イギリス領香港南東部、中華民国の実行支配する島のほとんど、アメリカ合衆国統治下の沖縄に含まれる、八重山列島、タラマ島、ミンナ島、尖閣諸島だった。タイの首都バンコクには、大都市にとって、 極めて希少なことで、1948年から1958年までの10年の間に4回の中心色が見えた。これは3回目であり、前回の1955年6月20日の回帰日食からわずか半年未満だった。また、近間日食が見えなくても部分日食が見えた地域は、中央ヨーロッパ南東部、南ヨーロッパ東部の半分、東ヨーロッパの大部分、 北、アフリカ中東部、西アフリカ東部、中部アフリカのほとんど、東アフリカのほとんど、ニューギニア島北西部、アジアのほとんどだった。アメリカ合衆国ワシントン DC のジョージタウンにあるジョージタウン大学天文台とアメリカ空軍が結成した共同観測隊が世界各地で金環日食を観測した。金間帯の中に位置する英誇り領スーダンの首都ハルツームも、 観測地の一つだった。春ズームでは日の出の時に部分に試食がすでに始まっていて、日が出たすぐ後に金環日食が見えた。観測隊は天頂角が80度から90度の間の屈折を測った。ありがとうございます。